軍警察の気象軍警察は、ブラジルの警察組織の一つである。ポリシアシビルと共に、州ごとの警察組織として機能し、州知事の指揮命令に従う。ポリシアシビルは、犯罪捜査、被疑者逮捕を担当し、軍警察は、公共秩序維持を担当している。有事には、予備部隊、補助兵力として陸軍に編入される。軍系とも呼ばれる。ジャイカでは、 州警察と訳している。軍内部の後期維持や犯罪捜査に携わる権限は持っておらず、これら協議の憲兵隊の機能は陸軍のポリシア・ドゥ・エゼルシート、海軍のコンパニアでポリシア・ドゥ・バトルハウ・ネーバル、空軍のポリシア・ダ・エアロ・ノーティーカがそれぞれになっている。ポルトガル植民地時代の1791年に原型が設立されたのを起源とし、 約45万人もの人員を有している。パラナ州軍警察の騎馬警官格軍警察は、機動隊や騎馬警官隊、リオデジャネイロ州軍警察のボペのような特殊部隊を有する。催涙弾や自動小銃だけでなく、ヘリコプターや装甲車も保有している。制服は州ごとに異なる。色のものを採用しているが、多くの州軍警察は、カーキ色のものを採用している。しかし、 リオデジャネイロ州軍警察などは青色かグレーブルー。サンパウロ州軍警察やマットグロッソ州軍警察は灰色。パラー州軍警察は緑色の制服を採用している。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルはリオデジャネイロ州軍警察が5年間で1500人以上を殺害したとして批判している。これらに関して警察広報担当は アムネスティの主張は偏見に満ちていると反論している。ありがとうございます。